はい、こんにちは、ゆうかりチャンネルです。今日はね、前回ご紹介したこちらのお座りベロ出しにゃんこのベロにゃんを編んでいきたいと思います。ちょっと横から見るとこんな感じです。こんな感じで、前から見ると下から見るとこんな感じ。はい、こちらのにゃんこを編んでいきます。で、今回使う糸なんですけど、こちら先日購入したぽっちゃりくん6本よりですね、フランツという糸を使っていきます。はい、こちらともう残りわずかのこちら単色のぽっちゃりくんの白と、まあ、5号針で編める糸であれば何を使ってもらっても大丈夫です。でですね、ボンドや目打ちやハサミで、かぎ針は5号でいきます。あとこういった刺繍糸、私は焦げ茶と赤があればいいですけども、こういった刺繍糸ととじ針、あと綿ですね。あとは刺し目なんですけど、目は、ま、こういった感じにいろいろ入ってますが、その時の気分で号数を変えたりするので、これが何号かな、ちっちゃいね。あ、多分これはね、猫ちゃんの刺し目の 7.5 ミリを2つ使っています。まあ、こういった手芸店で売ってるような大きいお目目でもいいので、あとこの鼻ですね、鼻はね、どこでダイソーさんか何かのたくさん入ってたこういう刺し花を使っていきます。まあ刺繍でも大丈夫です。はい、ではまずお顔からいきます。はい、お顔編んでいきます。5号針のでぽっちゃりくんの段染めの糸を使います。まず1段目からいきます。時々編み図の方もお見せしながらやっていきますので、分かりにくいところは編み図も参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、指に2回糸を巻いて、この中に、立ち上がり1目鎖を編んだら、この輪の中に細編みを6回編みます。3、4、5、6、2、4、6目。そしたら糸端を引っ張って動いた輪の方を引き締めます。でもう一度糸端を引っ張ります。これはね、いつも同じように輪で始めるときはやってください。はい、最初の細編みの頭、1、2、3、4、5、6、ここだね。ここに針を入れて引き抜きます。はい、こちら1段目。2段目、立ち上がり1で、1つの目にすべて2回ずつ細編みを編みます。で、後ろの糸もね、こうやって巻きつけて編みくるんでいきます。はい、最初の細編みの頭に引き抜きます。で、この編みくるんだ糸はカットしましょう、邪魔なので。はい、2段目12目になりました。次3段目、立ち上がり鎖1、細編み1回、隣の目に2回、リズムよくね、こう1212と数えながら編むと
間違えなくていいと思います。ね、こうやって喋ってると間違えちゃうんだけど、1212と編み入れます。はい、そしたら最初の細編みの頭に引き抜きます。はい、3段目は18目になります。はい、次1234段目ね、立ち上がり鎖1 1 1 2、細編み1回、細編み1回、細編みの増し目1 1 2 1 1 2と最後まで編んでいきます。目数は24目になります。はい、4段目が終わりました。次5段目です。鎖編み1で立ち上がって、細編みを1回、隣の目に1回、隣の目に1回、3目編み進んだら増し目です。ここのね、増し目の前の細編みの数が1段ごとに1目増えていくというイメージですね。はい、5段目このように編んでいくと目数は30目になります。1112と最後まで編んでいきます。はい、5段目最後まで編めました。はい、最初の細編みの頭に引き抜きます。はい、次6段目立ち上がり鎖1 1 2 3 4目、細編みを編み進めたら次の目で増し目です。はい、6段目は細編み4回編んで増し目というように最後まで編んでいきます。目数は36目になります。では編んでいきます。1,2,3,4,5 6段目まで編めました。これで目数が36目になってます。次7段目立ち上がり鎖1 1 2 3 4 5目、5目編み進めたら細編みの増し目です。はい、これを最後まで繰り返していきます。目数は42目になります。はい、今7段目まで編めて42目になっています。この先8、9、10、11段目合計で8、9、10、11、4段分は増減なしで編み進めます。同じように鎖1目で立ち上がって、1目に1目ずつこのままずっと編んでいきます。はい、では11段目が終わるまで編んでいきます。はい、11段目が終わりました。次12段目です。ここからは今やった増やし目の法則の逆ですね。ここから減らし目をしていきます。立ち上がり1、5目編み進めます。2 3 4 5個、細編みを編んだら減らし目です。ここの隣の目から糸を持ってきて、はい、もう一度その隣の目からも糸を持ってきて、このループ3本を一度に引き抜きます。そうすると1目減りました。これを繰り返します。1 2 3 4 5、5個編んだら隣の目と隣の目から持ってきて、かかってるループ3本を一度に抜きます。はい、これで最後まで
編んでいきます。で目数は36目になります。はい、12段目が終わりました。次13段目です。立ち上がり1、同じように細編みを次は4目編み進めます。4目編み進めたら隣の目と隣の目で減らし目です。4目編んだら減らし目、4目編んだら減らし目とやっていきます。で目数は30目になります。はい、次が14段目、立ち上がり1、細編みを3つ編みます。3目編み進んだら減らし目です。隣の目と隣の目から2目一度やります。3目編んで減らし目を繰り返して目数は24目になります。はい、次15段目です。立ち上がり1、細編みを2目編み進めて次の目と次の目で減らし目をします。2目編み進めて減らし目。はい、目数は18目になります。編んでいきます。はい、15段目が編めました。はい、次最後の段です。最後の段、そのまま増減なしで1周細編みを編みます。はい、編んでいきます。はい、16段目も目数は18目です。そしたらこの残った糸を少し長めに30センチぐらい残してカットして一周この輪にねくぐらせておきます。はい、でこれがお顔ですね。はい、綿を入れます。まあこの編み地からね綿が見えるほどパンパンに入れないで、かといって少なくても崩れてしまうので適度に調整しながら綿を入れます。でこのね出てきてる糸の方がこのね立ち上がり線がある方なので、こちらは頭の後ろ、ね、後頭部になりますね。こっちが前なので形を整えてちょっと置いておきます。はい、次耳を編みます。とりあえず頭のところまで、これが頭の編み図です。こっちです。スクショタイムです。はい、次お耳ですね。お耳白ってなってますけど、段染めでちょうど色が変わってきたので、そのまま私はぽっちゃり組んで編みたいと思います。で輪の中に4回細編みを編んで、2段目は細編み増し目、細編み増し目、3段目も細編み増し目、細編み増し目、細編み増し目、4段目も繰り返して最後細編みで終わります。目数は4、6、9、13というように増えていきます。ついでにここのお花も一緒にスクショしてください。はい、では編んでいきます。ちょうどねこの水色に変わったのでこのままいきたいと思います。指に2回糸を巻いてこの中に4回細編みを編みます。はい、立ち上がり1、2、3、4目で糸端を引っ張って動いた方をます。おーとちゃん、はい、こっちから数えて1、見えない、なんで1、2、3、4、ここですね。ここに、はい、2段目立ち上がり1、後ろの糸を編みくるみながら細編み
次の目で増し目、細編み、増し目、はい、最初の細編みの頭に引き抜きます。はい、この編みくるんだ糸はカットして、はい、次3段目も1212と編みます。はい、最初の細編みの頭に引き抜きます。はい、4段目も同じように編んでいきます。はい、立ち上がり1 1、次の目で増し目、1増し目、1増し目、1回、次増し目で、最後1目余ると思うので、ここは細編み1回で終わります。はい、もう一つ同じように耳を編みます。で、糸端を長く残して、これもね、この余った糸でそのまままつります。はい、こんな感じでお耳ができました。2つお耳が編めたので、ちょっとお顔に縫い付けます。あれれれ、そしたらね、この2つにパタンと折って、先にここをね、こういう感じでちょっとつなぎます。はい、そしたら1、ここね、1、2、3段目、このあたりに端が来るように、こうやって止めておきます。はい、もう一個編んだ方も同じようにします。はい、こうやってバランスを見て耳をつけたら、このまま耳を縫い付けていきます。つったら、何回かこの耳の中で糸を通してカットします。はい、こっちの反対側も同じように縫い付けます。はい、お耳がつきました。そしたらね、お花を編みます。これは白でやりましょう。はい、これは輪の中に細編みを8回編むものを2枚作ります。はい、ここで引き締めて、立ち上がり1 1 2 3 4 5、
同じように糸端を引っ張って動いた方を引き締めます。よいしょ、でシューッと、はい、最初の2468、ここだね、ここに引き抜きます。はい、これは1段なのでちょっと糸を長めに残してよいしょと、はい、同じものをもう一つ作ります。はい、この花のパーツの最初の糸端をまず中で糸処理します。これ編みくるむことができないので1段しか編んでないのでちょっと 2,3 回通してカットします。はい、今編み始めから1,2,3,4,5,6,7,8 だいたい9段目ぐらいにね、お花の位置を決めました。はい、この残してあった糸で少しずつお顔にまつっていきます。ぐるっとね、2つとも1本の糸でまつっていきます。はい、そしたら下に糸を出してきてもう一度どこか適当なところに引っ張り出してカットします。あ、なんかいっちゃった。よいしょよいしょ、ちょっとぺちゃんこだったお花をね、こうぷっくりとじ針で引っ張り上げてください。はい、そしたら目の位置を決めます。まあ待ち針でどこら辺にしようかなって、段数の位置だけ気をつけてちょっと確認します。もうちょっと上が良ければ上、はい、猫ちゃんの刺し目ご、あ、もうゴールド2つしか、ちょっと刺してみますね。もうやっぱりもう一段しようかな。自分の気に入った位置に目をつけてくださいね。で、目打ちでこうやって開けてあげると刺しやすくなるし、ボンドがよく奥まで入るので抜けにくくなります。はい、注入です。ラブ注入、ラブ注入楽しんごさんのラブ注入でボンドを入れて、ここにお目目を刺します。 7.5mm の猫目です、今日は。はい、ちょっと猫ちゃんらしくなってきました。そしたらお花もついでに刺します。ダイソーさんのお花ね、これがない人はもう茶色で刺繍してください。刺繍でもいいです。はい、ラブ注入、はい、こんな感じで、ここにちょっと刺繍します。まずお口の刺繍を先にしようかな。この巾着の中に糸が入ってます。
刺し子用の糸を使ってます。これはなんか丈夫な糸ってやつだね。あ、口お口は赤でやります。2本取りでなんとなくここは下べらっぽく縦長に刺繍をするだけです。はい、ちょっと玉留めして、はい、そしたら茶色で鼻の下に1本縦線を入れます。このね、口のところに1本縦線で、よいしょと、はい、こんな感じで入れたらお顔は完成ですね。おひげ刺繍したい人はしてもらってもいいです。はい、お顔できました、イエイ。はい、体いきましょう。ちょっと片付けて、はい、体先に編み図スクショお願いします。映るかな。はい、こっちが体ですね。顔の編み方と5段目までは一緒なので、そこまで説明なしで編み進めていきます。そして6段目から12段目までは増減なしで細編みを編むので、説明は13段目からやりたいと思うので、とりあえず1から12段目まで編んでいきます。はい、12段目の最後まで編めました。次13段目です。立ち上がり1、細編みを3目編み進めたら細編みの減らし目です。かけて持ってくる、隣の目からもかけて持ってきたら3本のループを一度に抜きます。これをね、最後までやります。はい、目数は24目になります。最後まで編んでいきます。はい、13段目が終わって、次14、15段目は増減なしなので、このまま2段細編みを編んでいきます。はい、では編んでいきます。目数は24目のままです。はい、次16段目です。立ち上がり1、細編みを2目編み進めたら減らし目をします。11減らし目です。11減らし目、最後までやっていくと目数は18目になります。はい、最後です。17段目は増減なしで全て細編みで編んでいきます。ぐるっと編んでいって糸を長めに残しておきます。はい、こんな感じに体が編めました。そしたらまたね、この糸の出てる方が背中側になるので、背中側の中心にこんな感じで綿を入れていきます。糸ね、お顔の方で残してたらこっちは短くてもいいですね。残し忘れた人は体の方で
長く残してください。はい、では顔と体を閉じていきます。はい、立ち上がりがあったところは後ろ、こんな感じにつなげていきます。待ち針がね、打ちにくいので、で同じ18目ずつ残っているので、一目に一目ずつこうすくっていくとちょうど同じ目で終わるはずです。こういう感じで、はい、最後までかがっていきます。はい、こんな感じで首がつながりました。そしたらね、足のパーツが A と B とあるんですけど、 A の方なんですけど、ちょっと1個編んだのをお見せすると、こういった円形のものを2枚編みます。これはですね、顔の3段目までは同じなので、そこまでは同じように編みます。ではその3段目までは編んでしまいます。はい、今24目になっています。あと5段目6段目は増し目なしで、そのまま細編みを編みます。で糸端は長く残してカットしてください。はい、では足の猫のパーツ A の方、こちらを今編んでるとこですね、こちらスクショしてください。できたかな。はい、これで足の A パーツ2つ編めました。そしたら足の B パーツからいきますか。こちらからいきます。輪の中に細編みを8目スタートしていきます。で2段目なんですけど、細編みを2つ編んだら長編みの玉編み3目を編んで細編みの繰り返しを3回やります。で3、4段目までは1から4段目までは白で編みます。4段目の終わりにトパールへ引き抜いて1、2、3、4、5から8段目はオパールで編んで、9段目は減らし目をします。2目減らし目をします。はい、ではやっていきます。白でやっていきます。糸を2回指に巻いて、この中に細編みを8目編みます。8目編んだら糸を引っ張って動いた方を引き締めます。はい、で2、4、6、8、ここですね、引き抜きます。はい、これが1段目です。はい、2段目です。はい、立ち上がり1、まずこれを編みくるみながら2目細編みを編みます。編み進めて、ここからですね、かけて入れて持ってくる、たらかかっているループの2本だけ抜きます。はい、もう一度かけて、同じ穴に入れて糸を引き出して2つだけループを抜きます。もう一回かけて入れて持ってきて、ループを2つだけ抜きます。でこれで未完成の長編みが3回できていますが、これ今かかっている4本のループを一度に抜きます。はい、そしたら1回鎖を編んで、隣の目に細編みを編みます。
はい、また次ね、次の目にかけて入れて、ループ2個だけ抜いて、かけて入れて、ループを2個だけ抜く、かけて入れて、ループを2個だけ抜く。はい、このループを一度に抜きます。で、鎖編み。はい、隣の目に細編み。でくるんとなってっちゃうので、この指でちょっとね戻してください。よいよいと。はい、また隣の目にもう一度かけて入れて持ってくる。はい、ループ2個だけ抜く、かけて入れて持ってくる、2個だけループを抜く、かけて入れて持ってくる、ループを2個だけ抜く。はい、このかかっている4本を一度に抜きます。鎖1個編みます。で、最後の細編み1回です。はい、これで長編みの玉編みが 1,2,3 回できました。はい、そしたら最初の細編みの頭に引き抜きます。はい、次あと 3,4 は増し目なしなので、このまま白で編みます。はい、立ち上がり1、細編みをまず2目ね、2目編んで、はい、ここのところはさっき玉編みをした場所、ここにね、ここにこういった、ここね、ここにループがあると思うので、ここに入れて細編みで、隣の目に細編み。はい、さっきのね、ここの玉編みのループ、ここにこう入れて細編み。はい、隣の目に細編み。はい、ここもこの上2本、ここに細編み。で、最後の細編み。はい、で、最初の細編みの頭に引き抜きます。はい、ちょっと邪魔な糸は切って、で、はい、次4段目、そのまま 1、2、3、4、5、6、7、はい、最後の8目目の細編みは色を変えるので、ここに針を入れて細編みの未完成、あと1回引き抜いたら細編みになるところで一度糸を切ります。そしてもう一つの糸に持ち替えて引き抜く。はい、これで色が変わって、最初の細編みの頭に引き抜きます。はい、そしたら今4段目まで終わったので、5、6、7、8、4段はこのまま細編みを編みます。ちょっとね、最初はこの糸を編みくるみながら、処理しながら編んでいきます。はい、そしたら最後9段目です。立ち上がり1、細編みを2目編んだら減らし目です。減らし目、2目編んで
減らし目。はい、目数が6目になりました。ではね、最初の細編みの頭に引き抜いて糸を長めに残してカットします。はい、一度輪にくぐらせて、こんな感じでね、足ができました。これ同じようにもう一つ作ります。はい、次手を編みます。ではね、同じ、まあ全く同じでもいいんですけど、ちょっとこの白のね部分が一段多いので、そこだけですね。あとは同じように5段目の最後でオパールに引き抜いて、6、7、8、9、10、5段分はそのままオパールで、増減なしで編んでいきます。では編んでいきます。はい、手ですね。で、はい、輪の中に細編みを1、2、3、4、5、6、7、8目編んで引っ張ります。はい、最初の細編みの頭に引き抜きます。はい、2段目です。2段目立ち上がり1、細編みを、はい、2回編みます。2目編み進めたら、さっきと一緒ですね、長編みの未完成をまず3回編みます。はい、かかっているループを一度に抜いて、ちょっと鎖で留めて、はい、隣の目に細編み、ちょっとひっくり返ったのは戻して、はい、長編みの未完成を3回編みます。はい、はい、隣の目、はい、また隣の目に細編みを編んだら、また隣に、長編みの未完成を編みます。で、ループ4つを一度に抜く、鎖で細編み。はい、このままあと3、4、5、あと3段白で編んで、最後引き抜きで色を変えます。はい、5段目の最後ですね、引き抜きのところで糸を変えます。細編みの引き抜きで糸を変えて、最初の細編みの頭に引き抜きます。はい、このままオパールで6、7、8、9、10、5段編んで糸を長く残してカットします。はい、それぞれ手足ができました。このね、指っぽくしたので可愛いです。はい、では綿をね詰めていきます。はい、そしたらね、足の A パーツをこんな感じに横につけていきます。綿を入れながら、だいたい 1,2,3,4 段目ぐらいかな、4段目ぐらいに下のこのラインが来るように閉じつけていきます。綿を入れつつねやります。 1,2,3,4 ぐらいかな、ちょっと固定しますか。はい、では半分ぐらいいったら綿を詰めます。
この暗いの。はい、ぐるっとかがってちょっと下残して綿を入れます。はい、少し入り口残して、ここから綿を入れて最後かがります。はい、反対側も同じようにしてつけていきます。はい、こんな感じでね、ついたので、今度はね、下の足のところをつけていきます。で、ここの6目残っているところをまず塞ぎます。半目ずつ拾ってギュッと、たらね、これをここにこういう感じでつけていきます。はい、ぐるっとねかがっていきます。はい、中をくぐって、この白い足のところは何もせずに段染めのとこだけでかがります。はい、待ち針を取って、はい、反対側も同じようにつけます。前足ですね。前足はこの正面を、正面見て平らになるように、まずここでコの字閉じして上を留めます。そしたら前足をこうつけていきますね。このバランスを見て、この下にちゃんと手がつく場所に自分でこう置いてみてね、平らに。で、ここでいいなと思ったら待ち針を打っておきます。はい、ではかがっていきます。数段下にもかがります。ビヨーンと前にね、手が出ないように。で、ある程度いったら反対側に持ってきて、こちらもかがります。はい、こんな感じでね、手をつけて、あとは処理します。はい、反対側も同様につけます。はい、こんな感じに体ができてきたので、あとは尻尾をつけます。尻尾はね、スレッドコードにしようかなと思ってます。どうだろうな、30センチぐらいかな。で、上が糸玉についてる方で、下は糸端です。で、一度ここに鎖を編みます。で、こっちがね、糸端の方です。糸端の方をかけます。たら糸玉の糸でこのように引き抜きます。また糸端の糸をかけて、糸端の糸をかけて、糸玉の糸をくぐらせる。上からかけて細編みするみたいに引き抜きます。これで尻尾を作っていきます。
通に細編み4目とかで尻尾にしてもいいんですが、なんか小さい輪って大変じゃないですか。細編み4目でずっと何段も編むって結構大変なので、まあ、猫ちゃんの尻尾なのでこういう感じで今回はやってみました。尻尾の長さが編めたらこんな感じになりますね。で、糸端が処理できる分残して片方は少し長めにで切ります。で、2本まとめてこの輪にくぐらせて引き締めます。はい、これで猫ちゃんの尻尾ですね。お好きな位置にこれを縫い付けます。はい、では縫っていきます。はい、尻尾もこのねちょうど 2,3 センチまで閉じ付けました。くるるんとなって可愛いです。はい、これで完成となります。じゃーん、お座り猫ちゃんのベロニャンです。よろしく。はい、あとはねもうアレンジでこうやって鈴をつけたり首になんか巻いたりしてもいいかなと思います。はい、こんな風に肉球をちょっと刺繍して終わりたいと思います。じゃーん。はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ゆうかりチャンネルでした。バイチャー、編んでみてねー。